しまくって。今日はですね、ロケットの実験をやってみたいと思います。でちょっと外に来たんですけど、一人だとちょっとできないので、ちょっとお手伝いしてくれる人をゲストを呼んでます。お願いします。はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。お願いします。はい、そうですね、何回か一緒に動画撮ってもらっている水溜りボンドさんに協力してもらって、はい、そうでございます。今日ちょっと一個実験をね、はい、やってみたいと思うので、やりましょう。お願いします。はい、今日ですね、やるのは、これウレタン、柔らかい素材、ホームセンターとかで売ってるんですけど、これで作ったロケットに、ゴムがついてるんですね。完全なるゴムですね。そうですね、完全なるゴム。で、ゴムは伸び縮みするんで、はいはい、この性質を利用して、すごい速さでこのロケットを飛ばそうと。ゴムロケット。ゴムロケット。名前はゴムロケットですね。はい、普通になんか、理科の楽しい授業に当たった感じだよね。確かに確かに。今日いいな、ね。特にね、学校の授業でもね、ゴムっていうのはね、よく使われますから、はい、ね、で、はい、ちょっとこれ使ってやってみたいと思います。はい、やってみましょう。はい、じゃこれちょっと持っててもらって、はい、ってことはやばい。じゃあどのくらいの速さがいきますか。信じますよ。めっちゃ怖いな。おお、ギリギリじゃないですか。早っ。まあまあね、そのくらいなんで、まあまあでもまだ短いってことですよね。そんなもんすよ。ちょっと距離を取ると加速する時間が長くなるので、ぐるんっていくってことですよね。はい、じゃあ、距離をちょっと取ってどのくらい速さか見てみたいと思うので、はい、やってみます。はい、え、もっとっすか。おー、え、なんすか今の衝撃的な。うわうわ、いや、そんなことある。 F1 の音しましたよ。レーシングカーの音しましたよ。まだまだ。今度ちょっとゴムを2本にしてやってみたいと思います。ああ、はいはいはい。ゴム2本にするとどうなると思いますか。いや、まあ倍の速さです。そう、張りも強くなるんで、はい、倍まではいかないですけどね、速さがね、増えるはずなんです。はい、はい、ちょっと引きの力が違う。俺ですか。オッケー。はい。うわ、早っ。うわ、早っ。めっちゃ速いですね。ここね、多分100キロ超えてると思うんですけど。じゃあ、ハンダさん使ってます。じゃあ、僕行っていいですか。あ、やってみますか、今度。行きますよ。うわ、無理だ、絶対。うわ、行って簡単に悪意があった、今。ちょっとじゃあ、変わってもらってやってもらう。それでじゃあ手刀でいきますか。手刀で、あ、叩き落とす。叩き取るのは多分無理だ。一番長くていきますよ。あー、怖い。あー、怖い。いいですね。楽しいですね、これ。はい、ゴムをね、使うと面白い遊びができる。はいはいはい、はい、もう一個じゃあ、やってみましょう。はいはいはい、で、上に上げた方がいい。で、いきますね。3、2、1。あー、すげー。これめっちゃ怖いな、確かに。今カンタさんやったんで、はい、次はじゃあトミーさんにもう一個やってもらいます。確かにそれあったなって思いました。でっこ、これでっかいやつ、はい、これどうするんですか。これをまたじゃあ股の下通して。危ない、本当に危ない。これやってもらいましょう。元気さんで、はい、すごいいい方なんですけど、はいはい、マジで探求心。そう探求心のせいで何か損してる気がします。何かを失ってる気がします。人の速さとゴムの速さ、どっちが速いのかっていう考えになります。まあ、でも重力があるし、これは重いので下に下がるんで、確実に。あー、なるほど。急所には当たんないです。はい、でも片方やっぱ隠してた方がいいかもしれないですね。念のため念のためってことで。じゃあちょっと低めからいきますか。まあ全然、はい、じゃあいきます。3、2、1。じゃあトミーさんにキャッチしてもらおうと思います。カンタさん、もうちょっと引いてもらっていいですか。はい、で上に上げてもらっていいですか。下がる引いた瞬間も引っ張りますね。あ、そうですね。あとできるだけ上に、そうですね、その方が落ちるんで。わかりました。じゃあ行きます。3、2、1。
ありがとう。